皆さんこんにちは、カイポン TV へようこそ。どうもカイポンです。はい、ね、今回はね、この時間がやってまいりました。毎週月曜日、物を食べていこうレビュー動画はい、ということでね、今回もね、やっていこうと思います。もう早速、もう行きたいよね。食べるとこ見たいし、俺のこと。またうまーいが聞きたいでしょ。そんなご希望に答えします。今回食べるものがこちら。自分で作ったカルビ焼肉丼と冷やし中華。はい、ではね、今回はね、こちらの2つ食べていこうかなと思います。徹底レビュー。まさかのついに新商品、自分で作ったカルビ丼、まあ焼肉丼ですね、まあ、チーズ振りかけてありますけど、これを自分で作ったものを徹底レビューっていう、なんかなんと面白い企画。面白いでしょ。で、次にこちらの冷やし中華ですね。こちら買ってきたものですね。まずは作っていこうと思います。カット。はい、ということでね、まず冷やし中華作れたんでね、もう早速食べていこうと思います。まずはやっぱこっちでしょ。これ自分で作った焼肉丼ということでね、これ完成度高くない？完成度どう？チーズも乗っけてみたんだけど、こう庭のお肉入ってて美味しいと思うんです。味付けもね、結構簡単にしました。うまそうでしょ。これをいただきます。うますぎる。これは。うますぎないか。うわ、肉に、タレが染み込んでる。焼き加減もちょうどいいです。柔らかい。むふ。やばい。これはね、もう、キッチンカー出します。お店出しますよ、これ、俺もうこれ。うまっ、もう、プロ、なんかスパイの焼肉店ぐらいうまい。そしたら、実は料理できたんです。やってないだけで、うまそうや。このチーズも、絡めて。口の入っちゃったもうチーズのまろやかさと、この焼肉のタレ、絡んでやばい。もう見て、もう汗かきすぎ、垂れてきてるもん、汗が。うまいわ、これ。次行こうか。こちらですね。冷やし中華ってめちゃくちゃ久しぶりに食べるんだよね、俺。まずの、冷やし中華ね。食べないでね。で、いろいろ絡めまして、いただきます。うまーい。うまいわ。あ、違うか。うまーい。うますぎるわ。このスープと、もやし、紅生姜と卵、この具材、お肉、すべてが合わさってうまい。こんな欲しいんだよ、これ。幸せすぎでしょ。
こんな昼飯食ってる人いますか？これね、見てる人ね、いるでしょ、今飯食べたくないか。それでね、まあ最近毎度恒例になってるんですけども、食べ物動画だと最近のやっぱ報告というか最近のお話ししたいんですけども、一昨日ぐらいからですね、サッカー好きな人は分かるんですけど、ユーロ始まって、ユーロ2024、もう結構ね、楽しみに、もう楽しいで、毎日楽しいんですよね。もう夜遅くとかして、もう話のネタもないんで、あっとちゃまごちゃまごちゃまごちごちゃま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 